今緊急で動画回してるんですけど、なんと京都伏見稲荷にちいかわもぐもぐ本舗がオープンします。みんな大好きちいかわ、これはビッグニュースすぎん。ちなみに10月27日の現状はこんな感じ。11月14日オープン。ちなみに19日までの6日間は事前予約制、抽選らしいからみんな応募忘れずに。場所は JR 稲荷駅出て左ずーっとまっすぐ行ったら見えてくるよ。裏参道の一番手前という最高の立地、鳥居が目印。ここにちいかわ現れるんかな。なんか食べてるちいかわおる。かわいい。無理。はい、出ました。かわいすぎ。脂肪。これはこういうソフトクリームが食べれるってこと。期待していいんですよね。あー、楽しみすぎて待ちきれへん。そもそも抽選当たるのか。すごい倍率な岸下線笑い笑い。ついでにちいかわもぐもぐ本舗から嵐湯までの行き方も紹介しておくので、ちいかわもぐもぐ本舗に行った後は嵐湯で足湯カフェしていきましょう笑い。ちいかわのぬいぐるみとかアクスタとかと一緒にハエハエな嵐湯の足湯で写真撮ったら絶対かわいいし最高。推し活にもってこいやから、ぜひちいかわ本舗とセットで嵐湯に訪れてね。鳥居くぐって裏参道ずーっとまっすぐ行って、石の鳥居が見えてくるからそこまで行ってもらって、この石の鳥居が見えたら鳥居はくぐらずに左曲がった2軒目が嵐湯です。めっちゃ伏見稲荷大社に近いやろ。参拝の後とか最高やし、寄ってね。ほなまた、ちいかわ本舗オープンしたら動画撮ると思うのでチャンネル登録して待っててね。